推理ロジック。あ、何もないんだ。サトルくん、都市伝説サトルくんに登場する人物、ただの噂話とされているが、桐崎同盟、父親、いつも支援というタバコをふかしている。椎名敦子、幼馴染で唯一心を許せる同級生。原田美久、敦子の親友、サトルくん遊びをした当夜、何者かによって殺害される。タイの健次郎、健次郎って名前なんだ。無類のオカルト好きで、夏でも冬服を着る変わり者、サトルくんの噂を持ちかけてきた。原田明美、原田美久の母親、夫婦仲がうまくいっていないらしい。桜井藤雄、藤雄って言うんだ。体育教師、態度の悪い生徒には遠慮なく体罰を振るう。京子先生との不倫の噂があるが、長崎京子、俺たちの担任、生徒から人気がある。桜井との不倫の噂があるが、耳な、サトルくん、この間に入るのは、電話ボックス、未来の情報、留守番電話、連絡網。電話ボックスかな。サトルくんは電話ボックスで耳なを収集。お父さんからサトルくんは、親友、殺害、耳な、調査、調査。父さんはサトルくんを調査している。イミナ、あっちゃん、殺害、視線、トーコ、カズコ、どっちだっけ。確かトーコがミクちゃんで、カズコがあっちゃん。イミナはカズコ。イミナ、ミクちゃん、殺害、視線、遺体を盗む、トーコ、カズコ、トーコ。イミナはトーコ。あっちゃんとミクちゃんは、親友、殺害、同級生、共犯者、親友。ミクとアツコは親友だ。ミクちゃんとタイノは、親友、同級生、天中、同級生。ミクとタイノは同級生だ。タイノから出ているものは、オカルトマニア、ペンダント、チラシ、チョコバー。オカルトマニア、タイノはオカルトマニアだ。ミクちゃんとアケミさんは、殺害、一人娘、共犯者、一人娘。ミクはお母さんにとって一人娘だ。サトルくんから、京子先生、この二人は、電話ボックス、未来の情報、留守番電話、共犯者。これは留守番電話でいいのかな。サトルくんと京子先生をつなぐのは留守番電話。京子先生と桜井は、暴力、不倫、共犯者、不倫。京子先生と桜井は不倫している。京子先生とミクちゃんの関係は、殺害、第一発見者、連絡網、いたずら電話。いたずら電話かな。ミクは京子先生にいたずら電話をかけた。これで全部かな。確定。このロジックを最終決定としますか。はい。か。推理を固めた俺は真偽を確かめるべく茂みに近づいた。一体そこに何が待ち受けているか。うわ、もうやめてよ。うわ、突然現れた二つの眼球に俺は思わず及び腰になった。そしてそこから現れたのは、何これ。棒切れを持った京子先生だった。これ先生なの。先生、エクセエクセエクセル、バズバズバズ、何言ってるんですか先生。その言葉はすでに人のものではなかった。先生は素早く敦子に駆け寄り、その棒切れで彼女の頭を殴りつけた。あっちゃん、敦子。今
今度は俺の方へと向かってくる。先生、先生、もう黒目ないじゃん。え、やられちゃった。薄れゆく意識の中で俺は見た。何を？駆け寄る父さんの姿を。お父さん。すまない、水明。父さんの声が遠くに聞こえる。そして父さんは京子先生を拘束したが、え、何？その直前、京子先生は持っていたナイフで自らの両目を切り裂いた。なんてことを。そして俺は完全に気を失った。どうなっちゃうのこれ。てか、あっちゃん大丈夫かな。あの病院だ。それ以来アスコの意識は回復していない。うちの頃が悪かったのかな。京子先生はミクの殺害を認めた。あ、やっぱり京子先生だったんだ。両目の傷はすでに手遅れだったらしく、視力は戻らなかったようだ。これで先生は完全なる安寧を手に入れたのだろうか。そう考えると少し寂しくなった。どうしてそんな解決しかできなかったのか。よう、切り裂き、お前元気そうじゃないか。タイノ。振り返るとそこにはタイノの姿があった。タイノ、そういえばポイスとは公園で別れたっきりだったっけ。どうしたんだ。お前が見舞いなんて似合わないことするなよ。まあまあ、そう邪険に扱うなって。今日もとっておきの都市伝説を持ってきてやったのにさ。またですか。都市伝説、ねえ。僕の友達の友達がさ、見たらしいんだ。一人で歩いていく女の子を。久々に出たな、友達の友達。女の子？女の子が歩くのがそんなに珍しいのか？タイノは何を話すつもりだ？ああ、その子は一人で森へ入ったらしいんだ。あの森へさ。あの森といえば、ミクの。その子の家は家庭内に問題があってさ、両親の仲がうまくいってなかったらしいんだ。でね、その子はある事件に巻き込まれて。ちょっと待って、その子ってミクちゃんじゃないの？ちょっとタイノ、それって。まあ、野暮なツッコミは後にしてくれよ。ああ、すまん。それでさ、命を落としてしまうんだな、その子。それで？タイノはどこか遠い目をして続けた。でも、その子は死んでいなかった。実は生きていたんだ。え、どういうこと？それで、その子は棺桶の中で目を覚まし、一人で外に出た。しかし、周りには誰もいなかった。そして、その子は森へ向かったんだ。どうしたと思う？さあ。さあ。そこが、思い出の場所だったからさ。思い出の場所？どういうこと？思い出の場所？家族が、まだバラバラになる前、よくそこへピクニックに行ったらしいんだ。その頃は、まだあんなにうっそうとした森じゃなくて、あの大きな木が生えているだけだったみたいだ。どういうわけだか、その子はそこへ向かった。思い出の地、それ以外のことはわからない。そして、そこで本当の最後を迎えたらしいのさ。タイノ、もしかしてそれは。タイノは右手を上げ、俺の言葉を遮った。だから、野暮なことは言うなって言ってるだろ。切り裂き水明は、そんな野暮な男だったのか。そして、その死体は、親友の手によって発見された。これは、偶然だと思うかい？必然？それは、なんとも言えないな。よく、縁という言葉を使うだろう。縁とは、前世での因縁や、結びつきが現世で再生されることを言う。その亡くなった子を中心とした縁は、現世で見事に再生されたわけだ。そうか。どうだ？これなら、アツコちゃんに話してもいい話だろ？タイノ！お前本当はいいやつだったんだな。そうだな。な、アツコちゃん。え、隣にいるの？タイノの問いかけに、アツコは答えなかった。正確には、
答えられなかった。あ、これもしかして私が入院してるんじゃなくて、あっちゃんのお見舞いに来たということかな。なぜなら、あつこは意識を失ったままだったから。タイノもそれを察してか、しつこく話すことはしなかった。タイノ、意外といいやつなのかもしれないな。そんなことを考えていた時だった。え、あっちゃん起きた？う、あっちゃん！あ、あつこ？あ、あっちゃん！早くナースコールを。あつこ、あつこ、大丈夫か？願いが通じたのか、あつこは目覚めた。それは本当に嬉しいことだった。しかし、あつこに俺の言葉は届いていないようだ。え、どういうこと？俺の問いかけは虚しく宙を舞ったまま。なんだか様子がおかしい。あつこは何やらつぶやいた。今度は、え、怖っ！絶対に殺されないから大丈夫。私は平穏無事に生きるから。ね、サトルくん。どういうこと？怖いよ、あっちゃん。え？嘘さ、こんな。俺たちはその光景を見つめることしかできなかった。え？どうなっちゃったの、あっちゃん。過去編終わり。事件の後、アツコは行き先も告げないままどこかへ引っ越してしまった。え？そしてそれ以来連絡は取れていない。あの事件は、ちょっと待って。あれ以来俺は科学隠蔽等の考え方を改め、オカルトの可能性を探ってきた。だがそれは何もアツコの一件だけが原因ではない。このファイル、これも俺がそうした考え方をすることの一助となった。そう、あの事件から2ヶ月後、両親は他界した。え？それは突然の出来事だった。そして真相はこのファイルの中にある。いつかこのファイルの謎を解いた時、俺の目標は達成される。そんなことを考えながら、俺は今年最後の一本支援に火をつけた。本当にここで終わりなの？わからないことだらけなんだけど。総合評価。Sクラス、切り裂き編、サトルくん、カン。いや、カンじゃないよ。わかんないことだらけだよ。え、結局さ、桜井と京子先生の不倫っていうのはあれガセだったの？というか、あっちゃんよ。あっちゃんどうなっちゃったの？え、乗り移られたの？よくわかんないんだけど。そしてタイノとはどうなったんだろう。タイノとは連絡取り合ってんのかな？そこも教えてよ。そして一番の問題は両親よ。なんで死んじゃったの？そこも教えてよ。切り裂き編、サトルくん、最高評価、S クラス、記録率 81%。 これぞ未解決事件だよ。今までのお話の中で一番わかんないお話だよ。おう、集まっているね。のんきな声が背中に響いた。振り返ると、そこにはタイノが立っている。早いね、みんな。タイノは手に何かの用紙を持っている。それは、一つはクラスの緊急連絡網。もう一つは、先日電話ボックスで見つけた緊急連絡網のプリントだった。ほい、切り裂き、これ。俺はタイノからその2種類のプリントを受け取った。俺は、こんなプリントなんか意味ないよ、とプリントを破る。こんなもの意味はない。俺はタイノから受け取ったプリントを破いた。何をするのさ。タイノは慌てて紙片を拾い集める。こんなものに意味はない。余計な情報は混乱を招くだけだ。その時だ、もうやめてよ。俺はまたあの視線を感じた。公園の隅にある雑木林の方角から。
公園の隅にある雑木林の方角から。どこ？俺がそちらへ近づいていくと その視線も逃げるように遠ざかる。え？まるで逃げ水のように、逃げ水が登録されました。俺を誘っているのか？そんな風にも取れる動きだ。俺はとりあえず視線の元をたどろうと、森と呼ばれる雑木林の奥へと足を踏み入れた。おい霧崎、一人で行くのは危ないってば。おい、前回あなた一人で行こうとしたでしょう。タイノたちの声が遠く後ろから聞こえる。二人とも俺を追ってきているようだが。だんだんと闇が増していく雑木林の中、二人の姿は確認できない。わかってる、お前らはついてくるなって。いや来て。反応がない。え、来てくれないの？声が届いていないのだろうか。そして辺りはさらに暗くなりつつある。うっそうと生い茂る木々が陽光を遮断しているのだろう。一寸先は闇という言葉が今ならよく理解できる。しばらく一人で歩くと、少し広くなっているところに出た。ここはどこら辺だろうか。森は意外と広いとは聞いていたが。ん？木々の隙間から赤い夕日が差し込んで、辺り一面を赤に染めている。その赤を全身に広げた木が一本。あの木だ。そしてそこには何かがぶら下がっているように見える。ミクちゃん！一体あれは何だろう。こちらからは影になってしまっているが、それを確認しようと足を踏み出したその刹那、体が重力の束縛から一気に解放されたような気分に包まれた。ん？まるでふわりと浮き上がったように。いや違う。え、何？あ、まさかタイノが落ちたところに落ちたか？落ちているのだ、俺は。やっぱり。それは一瞬で変化する視界の先を見れば明らかだ。そして俺はその深い穴の底へと落ちた。どうやら落ちた際にしたたか腰を打ったようだ。え、大丈夫？体を動かそうとすると鈍い痛みが走る。辺りは真っ暗だが、だんだんと目が慣れてきたせいか、おぼろげながらその輪郭がわかる。周囲は1メートルもない。そして丸くなった壁面にはレンガが積まれているようだ。あー、なんかうっすらと見える。ここは古井戸か？使われなくなった井戸がそのままに。おい、アズコ、タイノも呼ぼうよ。試しに声の限りに叫んでみるが、当然のように反応はない。誰も井戸の入り口に顔を出さない。ええ、二人とも。どうやら本当に一人でここに落ちてしまったらしい。どうしたらいいのだろうか。もう出られないのか。ええ、嘘でしょ。パニックになりそうな頭をクールにキープしつつ、俺はここから抜け出す術を探した。ふと頭上を見上げると、赤く染まった太陽が井戸の縁と重なるのが見える。結構深いね。なかなか拝める光景ではないが、そんな悠長なことは言っていられない。その赤い太陽はまるで月が欠けていくように、だんだんと井戸の縁から消えていった。ちょっと真っ暗だよ。そして辺りは完全に暗闇に覆われてしまった。もう目の前すらおぼつかない。しかし夏だというのにここは寒い。え、寒いの？地下というのはこんなにも冷え込むものか。俺は夜明けを待とうと考え、その場にしゃがみ込んだ。え、叫ばないの？明日の朝になれば何かが変わるかもしれない。それまで体力を温存しておかねば。幸いアツコとタイノの二人は俺がこの森に入っていったことを知っている。朝まで俺が戻らなければ警察か両親がここを捜索してくれるだろう。だといいけど。とりあえずそれまでは生きながら会えなければいけない。俺はじっとしたまま、とにかく時が過ぎ去るのを待った。そんなことを始めてからどれくらいの時間が経ったのだろうか。
真っ暗だよ。ふと頭上を見上げると、今度は丸い月が井戸の縁と重なろうとしている。今日は満月だったっけ。退院歴で言うと15日か。退院歴が登録されました。こういう状況に長時間いると、ついどうでもいいことを考えてしまう。ああ、よくある。そしてさらに時間は流れたような気がするが、本当のところはさっぱりわからない。腕時計くらい持ってきていればよかった。あたりが再びだんだんと暗くなっていく。どうやら月も行ってしまったようだ。そして井戸の中は完全な暗闇に包まれた。俺はその時感じてしまった。え、何を？あるはずのない視線を。嘘、この中で？え、京子先生もいるの？こんな狭いところにいるはずがない。他人の視線を。頭上を見上げてみるが、そこには誰の影も確認できない。え、後ろ？当然だ。だって視線は俺の真後ろ、冷たくなったレンガの向こうから突き刺さってきているのだから。京子先生、何してるんですか？俺はレンガにピタリと背をつけたまま動けなかった。え、後ろを確認する勇気はとても湧いてこない。もし後ろを振り返ってそこに目玉があったら恐怖だよ。壁の中からこちらを覗く顔があったら恐怖だよ。京子先生、本当に何してるんですか？そんなことを考えるだけで体感温度はさらに下がったように感じられる。試しに反対側に移動してみようか。いや、しかしそんなことして何の得がある？暗闇がこんなに怖いものだとは今まで考えもしなかった。一人がこんなに不安だとは思わなかった。どうしよう。勇気を振り絞って後ろを確認するか、それともこのまま耐え抜くか、選択肢やめてよ。そんなことを考えてると、次の瞬間俺はとんでもないものを目にしてしまった。今度は何？まさか正面にあるとかって言わないよね。井戸の壁に目玉がある。嘘！え、これ京子先生だよね。それは俺の背後から壁を伝ってぐるっと回り込んできて、俺の目の前でピタリと止まった。あ、ずっと背後にあった気配は本物だった。そして俺はゆっくりと気を失った。あたりが別の暗闇に覆われていく。その目玉が本物なのか、疲れから来る幻覚であったのか、確かめる術もなく。え、どうなっちゃったの？水明、水明、お父さん！空がだんだんと明るくなってきているようだ。それからこの声は誰かが俺を呼んでいる。水明、そう呼ぶのは父さんだけだ。お母さんも呼ぶでしょう。あ、病院。気がつくとそこは病院だった。心配そうな顔の両親がそばにいる。お父さん、お母さん。俺はどれくらい気を失っていたのだろう。外はすでに夕暮れ時となっている。水明。お父さん。父さん。よかった、心配したぞ。ごめんなさい。うん、ごめん。ん？どうした？枕元に置かれていた時計を見て俺は愕然とした。それが見間違いであることを願って、俺は何度もそれを見たが何も変わらなかった。俺が意識を失ってからすでに3日も経っている。3日？俺3日も寝てたの？ああ、そうだ。3日も寝ていたのか。そうだ、そういえばミクの事件はどうなったのだろう。俺が寝ている間に変化はあったのか。父さん、ミクちゃんの事件は？お父さん？どうしたの？最悪の解決をしたよ。え、どういうこと？え？最悪の解決だ。父さんとしたことが情けない限りだ。父さんはそう言ってうつむいた。
最悪の解決って？そのままの意味だよ。サトル君の事件は解決した。犯人も逮捕されたよ。あ、京子先生逮捕されたの？だが父さんの目線は俺の隣のベッドを捉えている。もしかしてあっちゃん？あ、そこにはあつこが横になっている。あっちゃん、どういうこと？あつこちゃんが巻き込まれたんだ。そんな、父さんはそれを回避することができず、こんな結果になってしまった。あつこはどうなったの？サトル君に電話をしたんだ、一人でね。それで、あの通りだ。あの通りってどうなっているの？眠ったままだよ。ああ、よかった、生きてる。そう言うと、父さんはうつむき加減に病室を出た。あつこは本当に眠っているようだ。死んでいるわけではないな。それは良かったけど、本当に何が起こったんだ？あ、タイノ。タイノは黙ったまま静かに病室に入ってくる。やあ、キリサキ。お前。仕方がないさ、こうなってしまっては。タイノ。今は静かにしておかなくちゃな、キリサキ。そうだな。なぜなら、アツコは意識を失ったままだったから。タイノもそれを察してか、しつこく話すことはしなかった。タイノ、意外といいやつなのかもしれないな。あの都市伝説を話さないんだったら、この一文はいらないよ。そんなことを考えていた時だった。あっちゃん。アツコ。あっちゃん。あつこ、あつこ、大丈夫か？願いが通じたのか、あつこは目覚めた。それは本当に嬉しいことだった。しかし、あつこに俺の言葉は届いていないようだ。俺の問いかけは虚しく宙を舞ったまま。なんだか様子がおかしい。あつこは何やらつぶやいた。今度は絶対に殺されないから大丈夫。私は平穏無事に生きるから。ね、サトルくん。嘘さ、こんな。俺たちはその光景を見つめることしかできなかった。結末同じじゃん。事件の後、アツコは行き先も告げないままどこかへ引っ越してしまった。そしてそれ以来連絡は取れていない。あの事件は俺にオカルトという存在を強烈に印象づけた。あれ以来俺は科学院別棟の考え方を改め、オカルトの可能性を探ってきた。だがそれは何もアツコの一件だけが原因ではない。このファイル、これも俺がそうした考え方をすることの一因となった。そう、あの事件から2ヶ月後、両親は他界した。それは突然の出来事だった。そして真相はこのファイルの中にある。いつかこのファイルの謎を解いたとき、俺の目標は達成される。そんなことを考えながら、俺は今年最後の一本、支援に火をつけた。これはゲームオーバーなの？嘘でしょ？総合評価 D クラス、切り裂き編、サトルくん、カン。いや、カンじゃないよ。真ん中がごっそりないだけで結末同じだった。結局これは未解決事件。切り裂き編、サトルくん、最高評価 S クラス、既読率 90%。 あれ？新しいお話が生まれてる。これ一体何話まであんの？あのね、切り裂きくん、実はね、あの日、ミクが亡くなった日に、私、サトルくんに電話をしたの。多分、ミクが電話をかけに来る前だったと思
私たち公園では会わなかったから。それで？しばらくの沈黙の後、アツコはゆっくりと口を開いた。私もね、何も言われなかったの。アツコの顔色は蒼白になっている。何も言われなかった？正確にはね、ちょっと違うんだけど。どう違うの？その時の記憶がさらかじゃないのよ。気がついたら電話ボックスに一人でいて、サトル君に何を聞いたのか、何を答えてもらったのか、わからないの。これって何も言われなかったのかと思って。そんなこと。言いかけて俺は思いとどまった。その場しのぎの気休めでは、アツコは納得しないだろう。俺は、園内をくまなく探す。よし、園内をくまなく探そう。でも、そんな時間はないよ。そうかな？うん、そんな時間は私にはないの。私には？その言葉は俺の胸に深く突き刺さった。それを直視するのが怖くて、俺は話を別の方向へと向けた。何か面白い話でもなかったかな？そうだ、気分転換にさ、面白い都市伝説でも披露しようか。何タイのみたいになってんの？うん、あのな、ある日4人の若者を乗せた車が峠の道を走っていったんだ。道は急カーブの連続で、気を抜けば事故を起こしてしまいそうだった。あ、この話知ってる。あれでしょ？死ねばよかったのにでしょ？すると突然、目の前に血まみれの女性が飛び出してきたんだ。怖っ！これ女性？驚いて運転手は急ブレーキをかけたんだけど、車は女のすぐ脇を抜けて止まった。驚いて外に出てみると、女の姿はそこにはないんだ。そして車はちょうど崖すれすれのところで止まっていた。もうちょっとブレーキが遅かったら谷底行きだった。運転手は考えた。きっと今の女性はここで亡くなった人の霊で自分たちを助けてくれたんだと。そして若者たちはその場で手を合わせてありがとうございますと祈ったんだけどね。すぐ彼らの耳元でこう聞こえたんだ。死ねばよかったのにと。ほら、死ねばよかったのにが登録されました。どう？どうって。あ、アツコ、それは黙っちゃうよね。どうしたの、アツコ？死ねばいいのに。あっちゃんなんてね。冗談だよね。アツコはいたずらっぽい笑顔を見せる。俺は本当に怖かった。しょうがないよ、だって今のあっちゃん怖いもん。アツコの方がどうやら一枚上手のようだ。俺がアツコを怖がらせようと思ったのに逆に怖がってしまった。情けない。怖がらせようとしてたの？桐崎くん。はい。ん？何か他の方向で考えてみない？そうだね。そうだな。そうしよう。ファイルナンバー93、切り裂き編、サトルくん、死ねばよかったのに。死ねばよかったのに。若者たちが深夜車で山道をドライブしてた時のことである。山道には街灯も少なく、また曲がりくねっていて見通しも悪いため、運転には最新の注意が必要であった。何度目かのカーブに差し掛かったところ、不意に車のヘッドライトに目の前に血に濡れた女の姿が浮かび上がる。怖っ！運転していた若者は驚いて急ブレーキをかけた。車を停車させてよくよく見てみると、そこにあったはずの女の姿はない。さらに落ち着いて辺りを見回してみると、あのまま進んでいれば自分たちの車が崖から落ちるところであったことが分かった。きっと幽霊が助けてくれたに違いない。そうかな。そう考えた若者たちは女の幽霊に
感謝の意を表し、またその親切な幽霊の成仏を願った。その時、耳元でどこからともなく女の声が聞こえた。死ねばよかったのに。この噂と同様の話は他にも存在する。え、そうなの？若い女性が二人、山道を車で走っていた。山道は同じなんだ。通ったこともない不慣れな道であったが、助手席に座った女性が的確なナビをしてくれたおかげで、車は迷うことなく進んでいた。来たこともない道なのに、不思議に思う運転席の女性。それは怖いね。しかし、次の瞬間、助手席の女性のナビが、本来の道とは反対方向、つまり崖のある方向を示した。崖を転落するよりも一瞬早くそのことに気づき、ドライバーの女性は急ブレーキをかける。間一髪、転落を免れたドライバーが、ほっと胸をなで下ろしたその時、助手席の女性がつぶやいた。死ねばよかったのに。その声は明らかに低く、しわがれた男性のものであった。え？驚いて隣を見ると、助手席の女性は気を失っていた。え？乗り移られたのかな？これらの噂は、共に助けてくれていたはずの幽霊が、実は自分たちの命を狙っていたというものである。こういった出来事が本当にあったのかどうかはわからない。しかし、過分に怪談的な要素が強いため、創作の類である可能性も大きいと考えられている。ファイルナンバー120、切り裂き編、サトルくん、退院歴。退院歴。メソポタミアはシュメールにその起源を持つ古代歴法、退院、つまり月の周期によって一月を29日、または30日とし、12ヶ月354日で1年と換算した。しかしこの歴法では暦と実際の季節とにズレが生じるため、紀元前4245年頃に古代エジプトにおいて使用され始めたといわれる太陽の周期で1年を365日と換算する歴法、太陽歴を取り入れた太陰太陽歴が成立。これは退院歴を基本に、調整のため19年に7度のウルーズキを設ける暦であり、古代バビロニアで始められたと言われている。この太陽退院歴は、日本の旧暦をはじめとしてユダヤ暦やギリシャ暦、あるいは中国暦などにも使用された。しかし周知の通り、現在世界の大半では太陽暦が使用されている。公式歴としてこの太陽退院歴が使われているのはイスラムのヒジュラ歴のみである。太陽歴で1ヶ月を約30日としているのは退院歴の名残とも考えられている。ファイルナンバー148、切り裂き編、サトルくん、逃げ水。逃げ水。日差しの強い日に道路の前方に水たまりがあるように見えるのだが、その場所に近づいてみると、そこに水たまりはなく、今度はその水たまりがやはり遥か遠くにあるように見える。追えども追えども水たまりは遠くにあるまま、追いつけることはない。こうした現象を逃げ水という。逃げ水は解蜃気楼という蜃気楼の一種である。光は密度の高い方へと進む性質を持っているため、夏の日差しの下、道路の照り返しなどで地表近くの温度が高まることによって密度が高くなり、光の屈折が起こる。それによって、本当ならば遠くに見えるはずの映像が本来の位置よりも下方、つまり近くに見え、このため解蜃気楼の一種である逃げ水現象が発生するのだ。この逃げ水現象はアスファルトによって多くの道路が舗装されたことで、今日では比較的頻繁に見ることができるが、清少納言の枕草子などにも記述があり、過去にも見られたようである。アスファルトないのに。特に
武蔵野ではこの逃げ水が名物とまで言われていた。また俳句の世界では逃げ水は春の季語として使われている。夏じゃないんだ。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。